これ特別編やればわかるかな。行ってみよう。ここまでのアランウェイク、はい、得体の知れぬ闇の存在に妻をさらわれ、はい、俺は書いたことが現実となるホラー小説を書いてしまった、はい、うん、わずかに残っていた俺の理性が物語に脱出シーンを書き込んだ。この続きいいぞ、わかりそう。俺はアリスを救った。物語の結末を変えたのだ。うんうんうん。だがその結果で今度は俺が囚われてしまった。マジか。光の届かぬ悪夢のような世界に。湖じゃない、海だ。あ、これやればわかんだ。ザ・シグナル。よかった、やって。すげえ。困難な仕事をやり遂げた後の感情は複雑だ。はいはい。達成感、安堵、悲しみ、そして絶望。すべてをシャットアウトし、極度に没頭していた時間が、病のように自身を蝕み変えてしまう。ふむ。だが仕事を終えたら次は回復が必要だ。自ら閉ざした扉を打ち破り、再び光を呼び込むのだ。どういうこと？俺は帰るぞって。囚われたってさ。覚えのある場所だった。あ、だが何かがどこかが違っていた。人がいない。なんかあれだね。すいません。おおお、声怖い。まるでひどくリアルな夢の中にいるようだった。声が怖いよ。動かせ。あ、全部持ってるわ。不快な既視感だった。あのパネル。なぜここにいるのか、さっきまでどこにいたのか、記憶がなかったが、ダイナーの奥で何かが待っている気がした。コーヒーでもどうです。やだ。ここのは格別ですよ。ついつい長居しちゃうくらいね。ミスライトがいるよ。それはもう人間っていうより、中身はブラックコーヒーって感じよね。色怖いよ。すげえ。まんま続編だったね。やってよかった。あ、透けてるよ。一曲かけてくれよ。はい。ジュークボックスの6番だ。かけたかけた。ほら。足がしびれちまって。この先に行ってはダメ。ミスライト。暗闇は危険なのよ。だって行かなきゃ。フラパンパンいらっしゃい。特別に2つくらいしたら、あれか？アランも抜け出せるみたいな。みんな嬉しい。そんなエンディングに、ちょっと、押す。ほら。え？そんなことあったっけ？ちょっと何？テレビもっと。アラン。それ以上沈むな。何？集中しろ。自分を見失うな。私の手を尽くすが君次第だ。より良い更新地点を探せ。更新地点。なんだと？声が届かない。すべては君が引き起こしている。集中しろ。俺のせいな？君だ。はっはっ。深すぎる。これ以上耐えられない。突然ウィークの目標にもう一人の自分が現れた。この瞬間俺は悟った。ん、闇の世界だ。まだ闇なそこに沈みつつあった。武器が必要だ。これは概念としてのライトだ。君の役に立つ概念。銃もこれだ。やった。これは排除が可能な論理上の手段だ。はいはい。気をつけろ。私はより良い更新地点を探す。便利だな。全員のことは理解できず、居場所が分かっても事態は変わらなかった。ディパーチャーの完成後、何かが狂ってしまったのだ。あ、出れない。あ、もう出れるか。開くじゃん。おっと、何？今のがトーマス・ゼインだね。ここへいらっしゃい。あれ、特別にやってストーリー保管できる感じの。ダイナーから人気が消えた。消えた。突然ドアが突き破られ、奴らが現れた。そっちかこっちか、びっくりした。こっち来るかなと思ったら、そっちから来た。ちょっと、待って。いきなりじゃね、敵強くない？いきなり多いよ、敵。OK、ちょっと硬い、また硬い敵だ、これ。ちょっと、また、ちょっとさっきの発煙筒無双が懐かしいです。よし、発煙筒無双が
また闇の世界に囚われちゃった。で、これでアランが抜け出せば、奥さんもね、待っててくれてるの？あ、目覚まし時計を発見した。今度は目覚まし時計を集める。なんだ、そんな暇あるのか、お前に。ポットの次は、待ってくれ。え、なんだ、飛んだ。どんぐらいのボリュームなんだろう。ここは森ではなかったはずだ。ちょっと。くそ。いきなりあれだぞ。本編最後のぐらいの下に敵がいっぱい出てきた。アラン大変だね。アラン小説家だよ。そんな、あれだよ、探検家とかじゃないんだから。あんまり肉体労働はさせないであげてほしい。アッパ。大丈夫。中に入れば全てが終わる。チャンパス。ちょっと、中に入りたいです。え、入っても。あ、いいのか。よかった。はぁ、よかった。まだ続くのかと思った。アイテム。時計軸。あ、そうか。すごいな、みんな。時計の数からそんな長くないというのを逆算したね。そうだね。ポット100個だったもんね。時計10個だもんね。単純に考えて10、なんじゃ ?10 分の1ってこと？あ。えい。お。確かに俺の原稿だったが。内容は断片的で尻滅裂だった。何？リロードを焦る焦る。指先から弾が滑り落ちた。テントから飛んできたの。うん？テント。魅力的だった。ただのラジオだ。彼女は電話の音なの。うん？何？電話だ。GPS が機能していた。お？予想外の展開だった。すげえ世界だな。もう出て。もしもし。探したぞ。あ、聞こえるか。探した。私の声が聞こえるか。聞こえる。ああ、君を助けたいが、そこは深すぎて届かない。うん、私の元へ来てくれ。接続が切れる。お前が来いよ。言葉を使え。シグナルを追うんだ。フラッシュライト。この異様な世界に現実の衛星電波が届くはずがない。うん、だがこのシグナルは確かに俺をどこかへ導いていた。天井目玉あった。おそらく全員のこと。何？なんだ。あ、お、やった。大型フラッシュライトいただきます。やったぜ。おっと、マン。何？え、いい感じ。リチャージ。あ、待って、フレアガン。フレアガンの弾薬はあるけど、フレアガン本体。オッケー。勝手にストーリー進んだら怖いからな。先に取っとかないと。リチウムバッテリー。なんかいっぱいくれるね。ありがとう。出ていい？また何かが変化した。闇は俺をもてあそぶように景色を変え続けた。あれだな。マップは使い回しだな。いいぞ。ウェイクに牙を向いた。車が銃を舞い、肉を断ち骨を砕き。え、ああ。はあ、今北さんいらっしゃい。カロン欲しいな。ちょっと大丈夫。シグナルを追え。こんなだー。事故ったよ。痛いわ。死ぬだろう今の。クール。あ、発電取る。オッケー。いっぱいあるぞ。すげえ。即揃うな、アイテムが。見て、なんか今。事故ったで。横からパーン。うるさい、外がガタ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 。諦めろ、もう。なぬ？掘ったんかい。おいー。やっぱ大型ライトは出力が違う。ポン！チョン！ちょっと、ちょっとそんな。ちょっと、あ、ごめん。ライト。ちょっと待って。しぶとい。諦めたまえ。
弾がもうないのか。そう、弾込みできねえと思ったら弾一発しかない。はあ、そんな殺生な。カニ玉はうるせえうるせえ。あ、こっちこっちか。おお、お祭り騒ぎ。あらゆるものがどこか微妙にずれていた。繋がってるね、変なとこに。お、またか。ああ、これでは追いつけない。君はどんどん沈んでいく。シグナルを追え。何を言ってる？追ってるぞ。自らと向き合え。シグナルを。まあ、壊れたおもちゃか何かか。ああ、まぶい。シグナルの先に全員がいるはずだが、変化する街が行く手を阻んでいた。うん。先へ進むしかない。彼を探さなければ。ああ、ダメな。ん？合ってるだろ。今なんで向き変わったんだ。オッケー。あっちに行けばいいってこと？余裕っす。飛べ。あ、あ、そんな、あ、あ。やだ。落ちるのやだ。また、何？カラスとかがいるけど、俺は、あの子に行きたいけど、あそこに行きたいけど、プール。ほら、誰がお前らと戦うか。弾がもったいねえんだよ、お前と戦うの。ちょっと、やめて、あそこ行けば全て叶いますから、夢が叶うところですから、あーん戦わなきゃダメ。発煙筒使う。発煙筒使うぞ、もう。オッケー。あそこに行っちゃえば、俺の勝ちだ。よし。あれチェックポイントはないんですか？チェックポイントという名のあれは。終わった？どこに行く？俺はシグナルを追ってるんだぞ。夢叶わず。君はますます沈んでいきつつある。はい。何なんだこれは。こっち？これ以上沈めば助けられない。いい加減にしろ。また来るぞ。耐えろ。やだ。やだ。帰る。帰るって何を？全員を追っているつもりが。さらに深みへ沈みつつあるという彼の言葉に俺は恐怖を覚えた。姿の見えない力に対抗する術はないのか。ないんだな。先へ進もうかなかった。ああ、また来た。おい、あ、じゃダックから投げられてる。あった後ろから攻撃されすぎでしょ。もうおい、あー、もう上から投げられてリロードして、こいつはしぶといやつか。よし、あー、終わった。あ、主権さんいらっしゃい。いいなと思ったらフォローしてやってね。こっち？あれ、こっちか。アイテム欲しいっす。弾がもうなくなってきたよ、だいぶ。弾の補充を。戦闘はしたくないが、弾の補充を。おっと、あ、リチャージ。これで、あれか、バッテリーか。で、フレアが、ありがとうございます、ありがとうございます。他は少ないぞ。ケチめ。なんだよ。もっとくれよ。あ、記憶とかいいっす。記憶とかも喪失したままでいいよ、もう。あー、ないの？マジでか。4発しかないよ、弾。マジでか。お？見て、あれ、バリーじゃない？バリーだ。覚えている。この後バリーを見つけたのだ。うん。公園だ。顔も知らない父親の死を忘れた。いきなり戦闘が始まった。うん、襲いかかってくるな。あ、見る方は休み。やばい、死にかけてる。ちょっと守ってブランコ。大丈夫？ちょっと待って、どうなってる？何、やばい、体力がない、体力がもうやばい。ちょっと隅っこで体力を回復するのを待たなければ。
アイテムとかないですかね。目覚まし時計いらん。銃がないと俺死んじゃうよ。減らせ。で、バリーは？あれだ、探索しっかりしないとアイテムがない。さっきまで大盤振る舞いだったのに。俺が見逃してるのか。やばいよ。これで大量の敵来られたら死んじゃう死んじゃう。開かない？ドアを開けるには鍵が必要だった。鍵か。おっと、わあ。なんでそんなことを。あ、そんな、あ、プロプロ、あ、ポース。そんなことしないで。まだいる。頭がしぶとい。鍵あるじゃん。鍵、あ、開けてくれるのか鍵を。怖え。開けて早く。怖え。開いた。よし。教会？あ、教会は合ってるか。バロンいるんだね。あ、ゼント、あなた、あなた、リバルボン、ありがとう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 ございます、ありがとうございます、ありがとうございます、あー、オッケー、オッケー、オッケー、あー、おいしい、オッケー、よし、鈴音いらっしゃい、あ、二巡バテル、ありがとうございます、これで戦える、ん？こっちか、よかった、おっと、キモい。目ん玉が。中はあまりにも広大で先が見えない。うん。何かが動いていた。うるせえ。出口はどこにも見えなかった。何？え？ふ、あ、チェックポイント。変化は容赦なかった。地下室が膨張したのか、あるいは自分が縮んだのか、シグナルが途絶えた。わあ。これあれか？これで敵を倒せってことなのか？使っちゃったけど。オッケー。炎で敵倒した。でも自分が暴発食らっちゃいそうで怖いけどな。地下室は。ほら！アパス。食らえ、炎。炎でも食らっとけ。オッケー。いいぞ。ちょっと楽しくなってきたぞ、このシステム。ん？でも、どこがどこなんです？あっぱ。ちょっと帰りまーす。すーん、すーん。ちょっと。発煙筒だー！わー、いろんな炎が吹き出す。いろんな炎が吹き出したよ。大丈夫ですかー？発煙筒やったら周りがパンパンになっちゃって。おっぽ。あっぱー。ちょっと囲まれて、ちょっと発煙筒ポーン。やべえ、炎が、いろんな炎が吹き出して。お祭り騒ぎだ。お祭り終わった？おお、お祭りが。こたつ猫いらっしゃい。ああ、おったんか、お前、おったんか。あれかと思った。自分の影かと思った、これ。鏡に映った自分かと思った。ちょっと体力回復したい。はあ。そう、光で実体化する炎だから。登りたい。登る。ああ、そっちか。階段が出てくると思ったら。はしごでした。まあ、同じですが。よし。あ、
光る。全員が原稿を残していた。俺を助けるために。これ俺を助ける原稿。これでもあれ拾ったらイベント始まりそうだから、ちょイベント始まる前にアイテムとかないですか。あ、トイレだ。ちっちゃくね、これ。これトイレか、これ。トイレじゃないか。携帯トイレかと思ったけど、それにしてちょっとちっちゃかったよな。ちょっと。取るわ。なんだなんだ。友人。バリ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 。よう、大先生。元気そうだな。元気だよ。お前は本物じゃない。ああ、なんでわかった？スケスケだからか？俺もお前の空想の産物さ。お前だって怪しいぜ。ありえない。ほう、じゃあここまでの吸ったもんだは全部ありで、それだけはありえないってか。ニコ動からやらせ。わかった、もういい、急がないと。GPS が。ああ、GPS な。シグナルを追えだろ。よっしゃ。何よっしゃって。理解したの？壁。俺はお前を助けに来た。お。だからしっかりしろって。はい。口の悪さも本物そっくりだな。あ、いるじゃん。俺がうざくたって、それは俺のせいじゃないんだぜ。あ？そんなこと言ってない。まあ落ち着く。とにかく全員の指示に従うんだ。奴はここを熟知してる。エキスパートだ。俺だ。とにかくこれがありえなくて全部お前の妄想だってんなら、お前は何なんだよ。もういい。一瞬でも喜んだ俺がバカだった。消えた。何言ってんだよ。あ、課金じゃん。心の底じゃいつだって俺に会えて嬉しいくせに。マリ、本当は分かってんだろ。俺はそこまで M じゃない。 M じゃない。そりゃそうだろ。トラブルとはまるで無縁の人生だもんな。それはどうも。何？あ、蹴るのか。オッケー、ランタンになった。よし、さらにいいものになったよ。電飾デフォだね。もうバリといえば電飾になっちゃったね。お、リチャージ。オッケー、いいぞー。ありがとうございます。あ、広告ありがとう。ありがとうございます。今ね、本編クリアしたんでおまけエピソードやってるんだけど。シグナルはあの辺りを指してるようだな。ほい。ええ、あれはビルトモア製材所だ。なぜ知ってるんだ。お前が知ってるからさ。理由は自分に聞いてみな。なんで知ってんの。現実世界で前に看板を見たことがあるか、あるいは。あ、先行。俺の製材所って言葉を聞いて。マン。なんてこったい。なら。先行知るだ。ペンは剣よりも。その先を行ったら首だから。じゃないの。強しってな。首だ。首に刺っちゃった。ちょっと待って。これは違うか。びっくりした。飛び降りるとこだった。あ、閃光ってあれか。戦闘で使えんのかこれ。ほらどうだい。強い。常にこれ設置しといてよ、閃光。超強いじゃん。こっち？こっちだ。待って。ふ、ツール。これ誰か。オッケー。いろんなもんが。よし。リボルバーの弾も。あ。オッケー。他はもうないか。いいな。なんでもないところにもアイテム出てくるのいいな。あ。もはや肉体すら持たない。幻や。影や。あ、あ。思考の断片。また来た。くっ。ちょっと痛い。ちょっとマジ回り込みすぎだろ。ごめん。ふう。ん？あ、閃光あるじゃん。戦闘終わった後に見つけたわ、閃光。花火だってさ。え？花火弱いの？え、花火ってあんな近場で。微妙。戦力的には微妙です。ですが。
やっぱあの閃光って食らうとダメージ食らうのかも。どこ行ってんの花火。あ、いいんじゃん、当たり前のようにいた。花火を照らしませんか。このライト強いな。でもあれだよな、こうやって用意してあるってことはこれ使わないと弾が足りなくなりそうってことなのかな。先行ちょうどいい、ちょうどないところで来るから、あいつら見ちゃいでしょ。サーカス、アパアパ、あ、おお、おったんか。うわ、誘爆だ、誘爆、光の誘爆。あ、目覚まし時計、そんな場合ではない。はあ、ライダーあるじゃん。く、無駄な戦闘をしてしまった。お、サチライト。お、ここを越えなきゃならないんだろう。解決の糸口はきっとあの単語のどれかにあるんだ。お、そうかい。リッチ、そうさ、言葉を使うんだ。鋭い洞察だな。な、だろう。え、あのブリッジを狙わなきゃいけないんじゃないの。待ってるよね。ん、今なんかファーって違う。ん、待って、あれってどうやって狙うの。ちょっと待って、お、いけた、いけたんだ。これがブリッジなの。やっぱこうでなくちゃな。車じゃん。俺の助言に従ってりゃ間違いないって。お前が勝手に何かやるからトラブルに巻き込まれるんだ。飛べ、うるさいぞ。ここがいいのか。あら、今の俺はお前に喋らされてんだぜ。暴走忘れたか。新車ウィーバー、レディオブライト、とんでもない。照らされた部屋の守護者、お前の回復にも役立つぜ。うーん、対策、新車ウィーバー、松明を掲げて。著者は地元紙ブライトフォールズレコード社で、かつてウィーバー本人から指導を受けたエレン・アダムス女子。小説なのかこれも。この人がアランより先に戦ってたんだよね、半生をかけて。すげえな、このポーズで。これあれですか、売るためのポップなのこれ。なぜこれをチョイスしたし、あのポーズがお気に入りなんですか。もっともっといいポーズなかったの。フール。あ、バッテリー、バッテリー、バッテリー。グラハイらしい。あれ、列車か、あれ。列車か。お、リボルバーの弾。敵にもうわちゃわちゃされて。はい。ゴミの山だ。うん。彼の著作が彼に襲いかかった。やめて。ハードカバー、ペーパーバッグ、クズだ。あ。帰ります。いいんで、いいんで。奇妙な俺の映像は前にも見たが、このやつは明らかに状況にして。うわ、今度はなんか鳥じゃなくて本が。わかんねん、わかんないもん。あーる、ちょっとちょっと変更浴びてくれ。待って、見えない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 。先行、どうなってる、どうなってる、どうなってる。ああ、ごめん。